えー、始めていきましょう。えわ、ー、青柱ですね。もう、午前、シリーズ出てる、じゃないか。あー、ワールド出てないか。ワールド出てないけど。かわいいかわいい。プーさんの、えー、下痢をした後の姿ですね。蜂蜜にはまってしまったものの末路。<laughs> ということで、えー、やっていくんですけど、まあ、 今日は、えー、前回あげたやつでなんかバイトの話をしたんだっけバイトの話をしようと思ったけど、えー、今ね、この青柱の動画を確認したらね、そんなに俺、こんな短い時間に話せないよって思っていたら登場ですね。かわいい。<laughs> バイトを、えー、3つやったのかな コロナ禍に、えー、郵便局と、えー、っと、えー、某ファミレスです。某、まあまあ有名なファミレスと、えー、っと、まあ、某激安の伝統ですよ。で、えー、まあ、しばらく働いておりまして、まあ、その、郵便局は超短期ですけど、ね、その、季節の。<laughs> 年賀状です、僕は。年賀状に仕分け。 でしたなんでまあ年賀状の仕分けの話をしようかな。なんかこういう系の、えー、もはやりながらやっちゃえるんで、ぜひ、お願いします <laughs>。で、今回も多分、モうの音があんまり聞こえないんですけど、本当に申し訳ございません。あの、ちょっとねー、俺が動画を撮ってる時に、えー、限ってね、 部屋に来るんですよあのー、寮の人とかとか寮の音が結構入っちゃってでまあ入れていいかなっていうのはあるんですけどその入れちゃダメなし音とかある声とかね話とかあるからその、まあ、入れない、まあ、どうしても、えー、その局地的な部分を落とせばいいとか この青出しのやつは多分ずーっといるんですよね。ずーっと話しちゃってる。から多分音がかなり小さめになってますね。モンハンの音も聞こえるかなぐらいの。多分聞こえないぐらいかな。ちょっとだけです。ごめんなさい。あの、郵便局なんですけど、僕はあの、家の近くにあの団地があるんですよ。で、その団地の郵便局で働きたい。 の、えー、年賀状の仕分けで入りたかったんだけどやっぱね団地ってもう大人気らしくて面接行ったら君はあの第一希望はあの団地でね出してくれとるけども、えー、その団地にやっぱあのー、人気なんだわっつって、あのー、お,ばあおばあちゃんとかあのご、ー、年配の方々で結構いっぱいになっちゃってね倍率も もう10倍ぐらい超えてしまうんだわって言われちゃって。で、まあ、そっから近いのにどがいるかっつって。で、あの、本当に近いのは、その面接を受けた本局なんですよね。まあ、3キロぐらい、2、3キロぐらいの距離には。 で、まあ、そここの、この、このまあ、本業に来るしかないかなと思ったら、その面接官が提案してきたのが、えっと、10キロ先の郵便局だったんですよね。めちゃめちゃ遠い。あの、別の団地。別の団地のところまで行けって言ってきて、え、ちょ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 、ちょみたいな。あの、ちょっと、おびっくりしちゃったね。面接の後半も。あの、何を言ってるんだろうって。君行けないのみたいな感じで。行けないよ、と。 いけないというか、なんか、どっちかっていうと、力がいいじゃん。な、透明、やだよ、と思って。で、なんか、まあ、なんやかな、なんかそう、じゃ入れないのじゃあ、まあ、本局でいいよって言われたからね。本局になりましたけど、一応。で、本局でのお勤めが始まりまして、え、12月ももう後半、今年、その年も、あと1週間以内ぐらいで、 始,めた始まったんですけど、その年賀状のバイトをしたことがない皆さんに向けて、ね、とてもわかりやすい年賀状バイトのね、えっ、ーえー、と、説明をさせていただくます。これ本当非常に簡単。誰でもできます、これ。中学生でもできます。中学生でも小学生でもできるかな。っていう内容で、えっ、ー、と、業務内容としては本当に年賀状の仕分け、これだけですね。 その自分の担当する地,地区なんかその皆さん何県何市丸○町の何丁目の何番みたいな感じだと思うんですけどあの何丁目ぐらいまではあの機械がやってくれてるんですよ機械が分けてくれてだけどそれ以下のことはちょっと機械やってくれなくてまあ郵便番号で見てるのかな 機械はよほど汚く書かなきゃ分かんないじゃん。郵便番号が分かんなくなるって。それでやるんですけど、で、そっから俺たちの仕事で、本当にいう、あのー、言葉で言うとね、年賀状を持って、あ、クリアしましたね。えー、話を戻りましょう。年賀状を、えー、その築ごとのやつを持って、その、 郵便局員さんが、えー、持っていく順番通りに並べるんですよ。でその家族順とかもある程度分けて、パッ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 って手でやるんですけどで、このバイトで非常に向いてるのはね、カードゲームなどをやったことがある人、非常に向いてると思います。あのー、僕もデュエルマスターズとなんかバーディーファイトやってたんですけど、まあ、今もデュエマ、今もちょっとやってますけど、 カードの仕分けの動作とね、ほぼ一緒。うん。変わらないです。まあその時給はまあ多分その件の最低時給とかその辺だと思いますけど、まあその勤務時間も2、3時間だし、えー、なんだろう、う喋る必要もないんですよ。周りの人と。全然喋んなくていい。一人ひたすらパってやって、で終わったら、おい、あの、置いて、また別の、 次のやつをやるっていうのを繰り返しなんで、誰でもできます。で、僕はね、一応バイトの中で、その班で一番優秀だと班長にバカみたいに褒められました。僕、あれ以上に褒められたことないです、今の人生で。親にもあんない褒められたことないね。もう終わりだね。